今日はコード進行を聞くだけでどこをやっているかわかる、ロストをしにくくなる練習について一緒にやっていこうかなと思います。はい、どうもでーす。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、冒頭にも話しました通り、しばらく前にもね話しましたけども、コード進行の音を聞くだけ、他の人の演奏を聞くだけで、どこをやっているのかっていうのが理解できる能力というのがありますという紹介をしましたけど、それについて、ちょっとね具体的に練習をしていったりとか、もちろんね練習方法その時にも話してるんですけど、具体的に今日はねそれを一緒にやってみようかなというふうに思います。問題を出して、クイズを答えていくというふうな流れで考えています。でもちろんね前説明したのでやられてる方もいらっしゃるかもわかんないですし、ちょっとやってみたけどうまいこといかんかったなーっていう人もいると思うんですよね。まあ実際この手のお話っていうのはまあ結構得意でパパッとやれちゃう人と、そこそこ時間かかる人といらっしゃいます。で、まあそこそこ時間かかる人もいるんですけども、思ってる以上に多分ねコード進行の音を聞いて場所がわかるなんてそんな難しいことなんてって思う人多いと思うんですけども、思ってらっしゃるよりかは、比較的簡単に手に入る能力だと僕は思ってます。絶対音感とか相対音感とか音がわかるとかっていう風な、細かいテンションがわかるとかっていう風な話も噂で聞いたことあるかもわかんないですけど、そこまで行くとやっぱりね結構ハードルが高くなりますけど、どこをやって知ってる曲のどこをやってる、もしくは何の曲をやってるぐらいだったりすると分かるんじゃないかなというふうに思いますので、その辺の能力はねそんな高くないと思いますので、今日はその辺をね具体的に一緒にやっていこうかと思います。具体的にレッスンだとねこの辺っていうのはねよくやります。で実際に音を流して音を消してみたいな感じで、そしてどこやってますかみたいな話をよくやります。でそれで実際身についていく人もいますし、アドリブ中に具体的なアドバイスをして分かっていくようになる人もいらっしゃいます。でもちろんね動画なので一方通行なので、具体的にどこでトラブってるかとかね、どこが苦手なのかっていうのは分かり得ないですけども、まあ極力ね、まあなんていうかうまいこと習得できるようなサポートをしていこうかなというふうに考えております。で、これは何かというと、まあ、今日ね、どこをやってるかという話なんですけど、主にはジャズスタンダードの話をしていきます。今日もね、ジャズスタンダードの酒とバラの日々というね、しばらく前に取り上げた、The Days of Wine and Roses という曲を取り上げて具体的にやっていこうかと思うんですけども、そのジャズのアドリブみたいな感じでね、もうタグとしてね、作ってます、リストを作ってますので、もしよかったらね、興味がある人いたら見てみてください。よろしくお願いします。で、今日どんな感じでやるかっていうことをざっくりお伝えして、進んでいこうかなと思うんですけど、まずはね、いきなりクイズ出しても難しいと思いますので、具体的に音を流しながら、僕が、なんていうか、まあこういうところが分かりやすいですよとか、こういう風なところが、なんていうかこう、まず気がついたりとか、こういうところをまず意識して聞いてみましょうとか、こういう風な感じのところがまず、まあ同じようなこと言ってますね。なんかいろんな場所があるんですけど、その話を音を流しながら説明していこうかなという風に思ってます。で、一通りそれを、まあ赤のラインをこう動かしながら、コード進行が、コードがどこにいているのかなっていうふうなことも、後ろでね、コード譜を見せながらやっていこうかと思うので、まずそれをよく注意深く聞いてみてください。ポイントポイントっていうのを話していきます。そしてそこで一回区切って、その後何をするかというと、実際音を流して、まあ、音を消してみたりとか、もしくはカットしてもいいかな。ちょっとその辺編集でうまくやりますけども、いきなり始まるようにします。そうすると、今どこやってんのかなーっていうのが、しばらく流してるとわかると思うので、今どこら辺ですか？例えば頭来たとこどこですか？みたいな感じで問題を出しています。今どこら辺やってますか？とかっていう風な話もしたりします。なので、それをご自身で、譜面を見ていただいて、ここかなっていう風に当ててもらいたいんですよ。で、今回はクイズには特別はしないので、ご自身で確認していただいて、何度も何度も見ていただけると、より身についていくんじゃないかなと思います。で、もちろん最終的にはこの動画、この曲だけではなく、今回得た、流れというかね、やり方みたいなものを応用して、ぜひご自身でね、今回もアイリアルを使いますので、アイリアルを使って、勉強していただけるといいかなというふうに思ってます。で、このチャンネルね、このような感じでジャズのアドリブについても深く話してます。で、今回もそうなんですけども、ベースのみならず、僕ベーシストですけども、ベースのみならず、すべての楽器の人に共通したことを言っています。なので、すべての楽器の人がね、楽しんでいただけるといいかなと思います。
このような感じでね、ちょっと他とは違う変わった切り口でね、いくつかの動画上げてますので、もし今日初めて見られた方とかいらっしゃいましたら、合わせて、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今後もね、このような話たくさんしていきますので、よろしくお願いします。そして今日も少しでも良かったとか、ためになったとか、思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。では、行ってみたいなと思います。どうぞ。ベース。はい、どうもです。ではね、こっから、いつもなら楽器を持って、話をするんですけど、今日はね、特に楽器の、ノウハウという話ではないので、音を聞いていく話なのでね、具体的に音を流しながら解説していこうかなと、楽器を持たず話をしていこうかなと思っております。ではね、まず具体的にちょっとね、パソコンにアイリアルの音源を取り込んだので、まあ、僕もね、流して聞きながら話をしていこうかなというふうに思ってます。ちなみにコード譜ね、横丁に、結構でかく出したいなと思います。僕をちっちゃくして、コード譜でかく出します。ね、もし見にくいとかっていう人は、基本的にね、通称黒本って呼ばれているジャズバイブルでしたっけ、おさむこういちさんが出してる、出版されてる本と同じコード進行、ほぼ同じコード進行でやってますので、よかったらそちらを見ながらやってみてください。では出してみます。ほい。出てきました。一応僕がね、メモリーしているコード進行ってのはこういうふうな感じです。まあそんなに、黒本と変わんないと思っていただけるといいかなと思います。ではね、まず音源を流しながらちょっといろいろ聞いて、聞きながら話をしようかなと思ってます。ちょっとね、パソコンで、ここにマウスがあるので流していこうかなと思います。流してみます。うっすらとね、こう流れているんですけども、まあうまいことね、編集で、こう他の音源もやってね、僕が喋ってるとこだけ大きく試作してとか、いう感じでね、流れてるかなと思いますけども、まずね、見ていただくと、まあね、もうずっとスタートしているので、まあ今ね、こう赤いのがね、順番に変わってるかもわかんないですけども、まあ結構これ編集大変だと思うのでね、まあうまいことやってると思いますけども、まあ見ていただくとね、まあこれどうなってるのかというと、そもそも曲の、構成といいますかね、が、ちょうど、こう ABAC というフォーマットになってます。なので A というところがね、頭みたいなところが2箇所あります。で、この2箇所がまず分かることがすごく多いと思います。もうすぐ終わります。ここで今ちょうど終わりました。ここが大事という頭に行きましたね。で、今さっきの一番最後が大事ですよというふうな話もしたので、意識できた方もいるかもわかんないですけど、まあ、そこと2箇所の F のところですね、そこをちょっと意識して聞いてもらえるといいかなと思います。という感じで今2回目の真ん中の F に行ったところだと思います。僕はちなみにもちろん、どこ住んでるか音でしか分かってないので、音で分かってます。で、他のところが分かる人いるのかというと、まあほとんどの人はこの F の3箇所のところが分かるようになるっていうのが あります。なので、なんか何気なし適当にここかなってやって当たっても、あまりそれを当てにしない方がいいかもわかんないですね。終わりました。で、頭に戻る。で、バーッと進んでいきつつ、まあそうですね、 Gマイナーとかは分かりにくいので、まあやっぱりね、パッと聞いてどこって分かるわけじゃなくて、しばらく聞いて、あ、ここ戻ったな、頭に戻ったなとか、終わったなみたいな感じのところを、探してもらえるといいかなというふうに思ってます。あと他にもですね、ここ、このような感じでコードがちょいちょい変わってるとこっていうのは、他だと1小節に1個だったり2小節に1個だったりするので、そういうコードがちょっと変わったな、なんとなく雰囲気が違うものが2拍ずつ変わってるなっていうのも一つの要素かもわかんないです。ちなみにこれだと、その B の5小節目と C の5小節目のところが変わってますね。ここです。じゃーん、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 そして終わる。なので、この A マイナー、最後の下の段の4小節というか、下の段のところのところが分かるようになると、最終的に解決も分かってくるんじゃないかなと。
まあそういう風な見方もできるかもわかんないです。ただ音単体で見ていこうと思うと、やっぱ F、落ち着いたとこだったりとか、頭戻ったとこ、真ん中来たところなんかを意識できるといいかなという風に思ってます。もうちょっと聞いてみましょう。2拍ずつ変わってます。そして真ん中の戻ったところですね。このよく時々苦手な人だとリズムの感じでジャンジャンとかっていうので考えようとする人いますけど、それは全く関係ないです。単純に音の雰囲気、サウンド、持ってるカラーを意識してあげてください。終わりましたねっていう感じのを意識してもらいたい。頭に戻ったねとか、チャラーンって弾いたとかじゃないんですよ。そのサウンド、頭いったなとか終わったなとかっていうサウンドを意識してあげてください。もうちょっと聞いてみましょう。2拍変わる感じですね。頭に戻る感じを次聞いてください。これはピアニストさんが違うボイシングといって違う肩のコードを押さえたとしても、サウンドのキャラクターっていうのは根本は変わりませんので、まあそのような感じで意識してもらえるといいかなと思います。最後の段の前いきます。終わったところですね。その感じを意識してあげてください。でもう少し分かってくると、やっぱ特徴的な音としては最後 C セクションの、下から2段目の Bm7f5 という音は結構特徴的ですので、まあその辺っていうのも意識して聴けるといいかなと思います。真ん中のところ戻ります。何度も言いますけど、僕は、コード進行は見えてないです。音だけで、どこにいるかっていうのを今把握して説明しています。この後もうちょっと後の Bm7f5、途中でね、消しましたけども、どうだったでしょうかね。まあ、意識していただくところは、そのような感じのものになって、います。で、わからんなと思った人は、また動画戻って見ていただいてもいいですし、アイリアルね、携帯とかありますので、まあ、その辺とかでね、見て、聞いて練習していただけるといいかなと思います。一回ここで区切ってですね、同じものを流しながら、具体的に音を消してみたりとか、途中で消してみたりします。で、そうすると、僕の、なんていうのかな、もしくはちょっとね、区切るとか、一回パッと変えてたとか、途中からスタートするとかっていうような感じで、途中からしましょうかね、パソコンで入ってるので、途中からポンポンと切り替えて流しますので、それが今どこがいいのかなって、しばらく黙って聞いてますので、見てますので、それで、頭が来たところね、まず当てるとか、どこの場所を当ててもらうみたいな感じで、やってみようかなというふうに思います。まあ、一回区切って行ってみたいなと思います。はい、どうもです。ではですね、早速問題やっていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、何回か試し撮りしてみた結果なんですけど、ちょっとね、動画では初めての試みなので、どうやってしようかなと試行錯誤したんですけど、一番スマートなのがですね、やっぱりちょっとコード出しますね。ほい。出てきました。今さっき出たやつですね。やっぱりね、まずその最後の音と、最後から2小節目の F の音と、それから、頭のとこっていうのが、まず理解できるっていうのが大事かなと思いますので、まずですね、頭に戻ったところで毎回、途中からね、一回切って、そして流していくんですけど、しばらく僕ずっと静かにしているので、そして頭のとこまで来たら、頭に来ましたというふうに言います。
で、それが、まずそのね、前の F が落ち着いたとこっていうのが、やっぱり、最後の2章説明、最後から2章説明のところが、やっぱり分かるっていうのがすごく重要だと思いますので、頭に戻ったとこで手を挙げます。頭に戻りましたっていう話をするので、最初はちょっと長めに取ります。理解できるまで時間かかるかもわかんないのでね。で、しばらく、3問、3回ぐらいやろうかと思うんですけど、ちょっとずつ短くして、どれぐらい分かったかな、というふうな感じでやっていこうかなというふうに思います。で、ちょっとね、まず流してみようかなと思います。まあ、こんな感じでね、アイディアル流してると思いますけども、それでね、まあ、途中からね、一回もバサッと切ってですね、途中からやってみたいなと思うので、一回バサッと切って、また途中からお会いしましょう。はい、どうもです。戻ってまいりました。今途中まで流れてるんですけどね、今からちょっとね、音源を僕静かにしますので、聞いていただいて、一番最後終わったところを当ててください。で、ちょっと長めに撮りますので、で、その何回か回ってきた頭に戻ったところをやりますので、一番最初には上げないかもわかんないので、ちょっとしばらく聞いてみてください。戻ってきました。で、これね、今一回り半ぐらい聞いてたので、頭に戻ったとこっていうのが2回あります。1回目の時には僕手を挙げなかったので、その前に気づかれた方もいるんじゃないかなと思います。それだとすごくいい感じですね。で、もうちょっと先までして途中で、あ、わかったなと思った方もいると思うんですけど、まあそういう方はね、またもうちょっとね、いろんなポイントが見えてくるともっと早くわかるようになってくるんじゃないかなと思います。しかしまあ、非常にシュールな練習ですね。音が流れて僕がこう小気味よく乗ってるだけっていうね、音は僕も実際聞こえてるのでね、僕の動画シュールな回が何回か何個かありますけどね、これも歴代に次ぐね、なかなかシュールなシューレスト回になるんじゃないかなと思います。ではね、一回また切って、途中からお会いしましょう。はい、どうもです。どうでしょうかね。まあ、もうちょっとしたらね、一回切ろうかなと、またね、黙って、皆さんに聞いていただこうかなと思うんですけど、じゃあこの辺にしましょうかね。聞いてみてください。戻ってきました。どうだったでしょうかね。今さっきよりちょっと短めなところからスタートしましたので、頭入ったとこぐらいからかな。なので、まあその得られる情報が少なかったかもわかんないですけども、まあ試してやってみてください。ではまたね、一回ここでお別れしてですね、またね途中からお会いしたいなと思います。
い、頭に戻ってきました。はい、という感じでね、3つ取り上げてみましたけどね、どうだったでしょうかね。ちょっとね、最後に締めの言葉として1回区切って終わりにしようかなと思っております。ベースベースベース、はい、どうもです。今日も長いことお付き合いありがとうございました。まあこのチャンネルね、なんか普通によくありげなことだけを話すわけではなくて、実際動画でもどのような感じで習得できるような感じになるのかなということで試行錯誤していろいろね、ちょっと巷とは変わった切り口でいろいろやってます。で、今回もね、今回の内容は本当に初の試みでしたので、まあ、ちょっとね、手探り状態だったのでね、うまいこといかないところとか、かなりシュールだったところとかあったと思いますけども、なんかまたね、ちょっとアイデアをブラッシュアップしながらね、今後こういうふうな形でやっていこうかなと思ってます。というぐらい大事な内容です。音聞いて場所がわかるというのは、そんなにね、最初にも話しましたけど、難しい内容ではないです。ただ、意識すべきポイント、やるべきポイントみたいなのがありますので、まあ、その辺注意してね、やってもらえるといいかなと思います。で、動画だとね、今、すごくかいつまんでやっただけですので、もしよかったらね、ご自身でアイディアルとかを使って、やってみてください。で、もし、あれだったら生配信でもこれうまいことできるかどうかわかんないですけど、生配信だとね、具体的にこう音絞って今どこでしたでしょうかとか言いやすいと思うので、なんかね、うまいこと生配信、まあちょっとわかんないですけど、いろいろ考えてね、やってみたいなと思います。まあそんな感じでね、ちょっと試行錯誤の回でしたけど、非常に重要な回ですのでね、これをうまいこと応用して、ご自身でも練習してみてください。よろしくお願いします。まあそんな感じでね、ジャズのアドリブにまつわる話、ベースにまつわる話、深くて濃い話、たくさんしてます。なんでちょっとね、またよろしくお願いいたします。もし今日初めて見られた方とかいらっしゃいましたら、今日は非常にシュールな回でしたけど、もしね、面白そうだなと思っていただけた方、なんでちょっとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして今日も面白かったとか、少しでもためになったとか、もしくは、すごくシュールだったなと、でも面白かったぞとか、思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じで今日はこれにて終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。